バンチェン、その地勢と住民の暮らし。タイのうどん谷県、ノンハーン郡にあるバンチェンは、県の中心から東側におよそ60キロメートルほど離れた場所にあります。戦死時代の集落は、東西にかけて、長さおよそ1350メートル、幅500メートルほどの楕円状の急流地にあり、ナーカム川と、 バーン川という2つの川の合流点に位置します遺跡発掘現場では高床式家屋の長方形をした柱の跡が見つかっておりその周りは農耕を営むのに最適な平野部が広がっています現在のバンチェンでは約200年前隣国ラオスのシエンクワーン県からの移住民が起源になっています